皆さんこんにちは、土井ちゃんです。たくみです。たくみくん、やっと会えたよ。本当にもう全然帰ってこないからどうしようかと思ったよ。本当にもうちょっと嬉しい、喜んでということでね、たくみくん、今回の動画なんですけど、レース前のね、準備、これから、まあ、春先、夏にかけて、レースがどんどんやってくると思うんですが、うん、その中で、前日にやる準備っていろいろあると思うんですよね。はい。で、それプラスアルファで、監督をやってた匠くんならではの情報を、レースの直前の準備とかね、はい、ワンポイントアドバイスも含めて、皆さんに紹介していきたいと思います。それでは、行きましょう。行きましょう。さて、じゃあまず最初のポイントなんですけど、ホテル選び、やっぱりレース前って全泊すると思うんですよね。で、今回は匠くんが監督やってたんで、選手のために、まあ、いろんなねホテル選びをするのすごい大変だったと思うんですよね。僕もレース前ってやっぱりホテルが良くないとやっぱイライラしてレースに集中できなかったりとか、レース会場まで遠かったりとかしたら本当にレース前イライラしてたんですよ。こんなねわがままな選手だったんですが、やっぱり監督としてそのホテル選びをするときに、まあ、視聴者に向けてもそうなんですけど、なんかやっぱり基準ってあったりするんですか？そうですね、まあ僕のいたチームでは基本的にまあシングル利用が多かったんで、まあ、シングルで例えばチーム員10人とかいるんで、うん、スタッフ含めて、まあ、シングルで わがままなやつも含めてね、まあ、そうね10人ぐらい泊まれるっていうとやっぱりビジネスホテルが基本で、うんうん、でそれでいてレース会場までの交通アクセスがいい場所、その渋滞とかしてるとやっぱりその、ね、遅刻する可能性もあるので、うん、まあ、それでいて平面駐車場がある場所なんですよね。やっぱこうメカニックが車から物を下ろしたりして作業するのに立体駐車場だとちょっと厳しいので、まあ、そういう平面の駐車場があるような場所とかは、うん、場所取りもすごいですよね。そうそうそう、そうなんですよ。で一般のお客さんとかも来るので、まあ、ごちゃごちゃっとしちゃうと結構大変なのでね、だからできるだけそういう広めのホテルを選ぶようにしてました、うんうんうん、であとはアクセスもそうなんですけど、まあ、レース会場にだいたい1時間半前から2時間半前ぐらいに行くようになってたんで、うんうん、まあ、それも、まあ、ウォーミングアップ設営、ね、準備とかいろいろあるので、はいはい、まあ、まとめて、まあ、そんな感じかなっていう。で、まあ、だいたいホテルから、うん、会場までの距離は30分から1時間ぐらい見てましたね。なるほどね。あとね、たくみくん、僕たちが今ここにいる、うん、ここで撮影してる会場っていうか場所なんですけど、うん、今名取市の、ね、サイクルスポーツセンターの、はい、併設されている宿なんですよね、うんうん、でここって自転車が部屋に持ち込めたりとか、要は自分の愛車を結構車の中にしまっておくのって心配じゃないですか、うん、そうだね。なのでこういった形でバイクを実際に部屋に持ち込んでレース前の準備をする際に一緒にバイクのチェックなんかも部屋でできたりするみたいな、うん、そんな宿もあったりするので、これはレース前にこういった宿も選べればね、オプションとしてあれば、ね、うん、選ぶ選択肢には入ってきますよね。そう、もう自転車を組み立てた状態で部屋に持ってこれるっていうのはすごくやっぱね、うん、便利なんで。ですよね。いいですよね。まあそういった形でやっぱりレース前の宿っていうのはレースに集中する上ではすごく大事なポイントとなってくるので、皆さんもぜひレース前の宿選びしっかりとね集中して考えていただければと思います。さて次のセクションなんですけど、レース前のね天気をチェックするっていうことですね。なぜかっていうと、まあ、これねウェアのチョイスとかもねすごくレースを走る上では大事なんですよ。そこでねたくみくんにちょっと聞いてみたいなということでね、何かちょっとありますか情報。ウェアの着方にもコツがあって、こう自転車ってこう最初は乗ってるね、乗る前は寒いんだけど乗り始めると結構暑くなったりするんで、こうできるだけ途中で脱げるような着方をした方がいいんですよ。だから最初から長袖とか着たと脱げないんで、もうずっと暑い状態で走ったりすると苦しかったりするので、まあ着るんだったら半袖ジャージにアームウォーマーとかタイツじゃなくてレッグウォーマーをつけるような着方をした方が、途中で脱いで背中に入れたり、まあチームメイトに渡したりすることもできるからおすすめです。で雨の場合はこうレインジャケットあるんで、逆にそれでまたレインジャケットも上から羽織るような形で、であとこれもそうね、これもレインジャケットね。あとはヘルメットの中にキャップをかぶったりすることもあります。キャップ の効果としては、まあ、水しぶきがこう入ってこない、上から入ってこないようになるっていうふうにもあるので、
そうやってキャップをかぶったりすると、まあ、視界が確認しやすくなるっていうのもあります。でサングラスなんですけど、まあ、こういう黒いレンズありますよね。この太陽が日差しが強い時に使うレンズ、これ雨の日とかに使うと結構見えなくなるんですよ、まあ、光も少ないし、で水しぶきもついちゃって見えなくなったりするんで、そういう時はこういう明るめのレンズに変えることで視界が明るくなるので、より安全に走ることができます。ここからは翌日の朝の話になるんですけれども、一度外に出て外の気温を肌で感じてみてください。中だけで準備してこう外に1回で、ね、出ようとすると意外と寒かったり、ね、暑かったり でもうバッグ閉まっちゃってるんでウェアとか出すの大変になっちゃったりするんですけど、一度外に出て感じておけば、まあ、それ以上ねあんまりにも気温差が変わることはないので、その日のウェアの選択に迷いがなくなると思います。さて次のセクションなんですけど、次はですね、あのレース前のバイクチェックっていうかバイクのチューニングですよね。これね、僕が言ってるチューニングっていうのはバイクをレース前にしっかりと整備するという話ではないんですよ。あのこれをねいきなりやってしまうと、例えばサドルのボルトが飛んでしまったりとか、いろんな箇所にですねトラブルを起こす可能性があります。これはプロのメカニックの方に2週間前とかにしっかりとチェックしてもらう、ここはね、大事だと思います。で僕が今回説明したいのは、例えばなんですけどタイヤね、タイヤの中には例えばチューブレスを使ってない方だとまだねチューブが入ってますよね。このチューブを、交換してあげるんですよ。何に交換するかっていうと、こうやってねあのタイヤを外すと、まあ、チューブが出てくると思うんですけど、ラテックスチューブ、皆さんご存知ですか？軽いチューブなんですよ。これはね本当にチューブが軽くなっただけで速くなるんですかって疑う方いると思います。でもね騙されてみてください。本当にいいです。僕はこのラテックスチューブを使ってから普通のチューブには戻れなくなったぐらい違いを実感しております。おそらく皆さんにも実感していただけるでしょう。ということでこういった、ね、ピンクのチューブ、ラテックスチューブを使うことをね、おすすめする とともに、皆さんにこういうものも使ってほしいなと。そしてチェーンルブ、チェーンルブはやはり普段からいいチェーンルブを使うのってかなりね費用がかかってくることなんで、レースの時だけはやっぱ高級なチェーンルブを使うことによってよりフリクションを軽減させてレースでしっかりと結果を残していく。これはこの2つですね、チューブとチェーンルブ、ぜひやってみてねレースで結果につなげてほしいなというポイントです。そして最後のねポイントとしてなんですが、こちらはですねバイクのチューニングの最後のポイントですよ。まだもっとありますからね。フロントフォークに計測チップってつけるじゃないですか、あのタイムをあの測る際にね。その計測チップって意外と空気抵抗があるので、これをなるべく減らすためにあることをするんですが、それがチューブ、使い終わったチューブで、なおかつこのラテックスチューブの方が、その計測チップに貼り付きやすいのでよりエアロダイナミクスを発生させるということで、こういったそのチューブをですねフロントフォーク、チップの上にこう覆いかぶせるように装着することによって一つのアドバンテージになるということでね、皆さんぜひ覚えておいてください。ゼッケンももし前日に配られることがあったら前日につけておきましょう。で大体ゼッケンって安全ピン、ゼッケン1枚に対して安全ピン4本とかで配られたりするんですけど、これ4本止めだけだとこうね風の抵抗でゼッケンパラシュート目になっちゃうんですよ。だからできれば 1,2,3,4,5,6,7,8 の8点止めとかをするとよりこうウェアにフィットして貼ることができるので試してみてください。でもしこう紙、ゼッケンが紙とかでできてて硬い場合もあったりするんですよ。そういう時はもう一回こう丸めてシワクシャにするとこうよりフィットするのでやってみてください。で選手なんかだと今は両面テープとかでここの四隅に留めてつければよりエアロになったりするのでちょっとやってみてください。でもちょっと強力なものを使わないと剥がれる可能性もあるので、まあ、注意してみてください。でゼッケンの貼り方なんですけど、こういうふうに枕にウェアを着せて貼るとこうウェアを着てる状態になるので、こう貼った後にこうね平面で貼るとね貼った後にこうくしゃってなったりするんですけど、よりリアルにゼッケン貼ることができるんで、もしまあねグループで着てるときはまあ人に貼ってもらったりしてもらったりできればいいと思うんですけど、まあ、1人なんかの場合だとこう枕に着せて貼ることができると、まあ、こことかねここに貼れるとまあ綺麗に貼れるので、これはこの方法はかなりおすすめです。最後のセクション、食事です。
食事といえばね、まあ、いろんなものを食べている方が視聴者の方にもいるとは思うんですが、実際に今回は僕たちが何食べたかっていうことと、食べない方がいいものみたいなものも含めてね、アドバイスしていきたいなというところなんですけど、ベプさんちなみにレース前って何食べてました？僕はね、和食が良かったんで、和食食べてたんですけど、うん、まあ、大体ホテルとかね、食事が出てくるとこ、ね、コース料理みたいなね、定食みたいなの出てくるんですけど、僕は本当ご飯と味噌汁の汁だけしか食べてなかったんですよ。できるだけなんか余計なものを食べたくなかったんで、そう、消化にできるだけ良いもので、エネルギーになるだけのものを食べてました。なるほど。ドイちゃんは僕はね、今ね、あのベプさん和食の話してくれたんで、僕洋食のパターンで言っていいですか？うん、あの洋食って、例えばスクランブルエッグとソーセージと生サラダとで、まあパンが出てくるみたいな感じじゃないですか。あのソーセージ、うん、めちゃくちゃ食いたかった。そうね。でもやっぱりね、先ほど肉食べたらやっぱり消化に悪いし、レースにはマイナスなんだよって話もあったんで、あの僕もね、同じようにソーセージ食べたけど食べなかったんですよね。うん、じゃあ何食べてたかっていうことなんですけど、スクランブルエッグを例えばパンの上に乗せて食べたりとか、うん、あとはパンに大盛りのジャムを塗って、うん、あの食べたりとかしてたんですよね。うん、でなんかね、中にはスペインの選手とかご飯にジャムかけて食ってるやつとか見たんですけど、うん、なんかベプさん面白い話ありました？いたよね、いたよね、いましたね。あの富士山のステージの前の朝にジャムを瓶からスプーンで取ってひと舐めして OK みたいな選手がいて、まあ、確かに富士山のステージは、ね、11.7 キロしかないんですけど、ずっと全開なんで、なんか軽くて、ね、こう食べない方がいいってのは分かるんですよ。ジャム一杯でいけるんだみたいな、すごかったです。あれですよね、いけるって言ってたんですよね。いけるって、そうそうそう。そんなことあるかよっていう感じでね、まあ、日本人からしてみたらそういう人がね、いるっていうことも知らなかったんで、うん、あれはあれでね、いい経験というか、そうね、いい、あの、もの見せてもらったって感じでしたよね。うん、なので、まあ、例えばですけど、ヒルクライムに出る際とか、まあ、いろいろね、あの、日本国内にヒルクライムレースってたくさんありますし、それを好きな方っていうのもたくさんいると思うので、ヒルクライムとか出る際は、それだけプロ選手ですら、まあ、追い込むときって、あの、炭水化物を抜いて、でもう本当に糖分だけを摂取して走ったりすることもあるということなので、これはあれですよね、だからクリテリウムとか、まあ、距離短いレースとかだと、そうですね、15キロとか10キロとか20キロとかっていうのはもう本当全開走行、ほぼ全開走行なんで、あんま全開の時に食べてるとうって上がってきたりね、 お腹が重くて走りづらかったりとかがあるので、うん、極力ね軽めにしていくっていうのは仕上げると、ね、うん、ですね。まあ、そういった形でいろんな食事の取り方ってあると思うんですけど、今一度ね、皆さんが出場するイベントレースに見合った食事方法ですね、またやっていただいて、今後のねレースのね結果につなげていっていただければなというところです。今回はレース前の準備について見てきましたが、いかがでしたか？2人ともね、引き出しいっぱいあるんで、まだもっと聞きたいなってことがあったらコメント欄で教えてください。では次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。